どうもピョキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。今日のトロールコーストリックオアトロールバージョン2ということで、いたずらか騙しかということでしょうか。どっちも同じようなもんやろで、このコースですね、僕が大好きなトロール制作者テレルさんの新作コースなんですよ。なんで少しテンションが上がっております。そのせいでうるさくなったら申し訳ありません。そして説明文にハッピーハロウィン、お菓子をくれなきゃ泣きますって可愛らしいことを書いてるんですよ。あー、テレルさん、僕自身がお菓子になるから僕を食べてー。キモすぎやろ。僕を食べてはやべえやろまあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.35%。 そういや、近いうち USJ に行くんだけど、めっちゃ楽しみだね。初めてスーパーマリオランドに行くからさ。で、何が一番楽しみかって言ったら、スーパーマリオランドでマリオのパンツ買うことだね。いや、気に入るデザインあるかなみたいな。これ何、一気アップか。そして開幕放題。そんで今日僕心に決めてることがあって、わーわーギャーギャーと騒がずにこのコースをクリアしていきたいと思います。まあ、騒ぐことによってテルルさんのドヤ顔が目に浮かんでくるから、それを回避しようっていう企みですね。まあ、これを見てる方の中にはうるさいのが嫌いっていう方もいるかもしれないんですよ。なんでたまには静かな実況ピヨキングもいいかなと、そう思います。落ち着けピヨキング、今騒がないって言ったばっかりじゃないか。このコースが終わるまでの間だけでいいんだ。それができない人間じゃないだろピヨキングは。もうやめなやめな、あーギャンギャンって何よ。俺逆に絶叫しまくってやるよこのコースで。ただの逆にこれさ、なんかなんかなんじゃないの。わかったんだ。その果てなブロックを叩き回り、イエスマイバン。そしてすぐ左に行って右に逃げるんだ、イエスマイバン。そして上に行って右に進め。うわぁ、まぁ、あ、まぁ、あ、なんか閉じ込められましたバン。助けてくださいバン。何で笑ってんの。僕閉じ込められたんだから助けてバン。そこをどけ。本当面白い仕掛けを作ってきてくれるね、テルルさんは。じゃあこのハテナブロックはなんだ。あ、ファイヤーフラワーか。あー、なるほど、ね、すぐ取らなきゃいけないっていうのか。でもこれギリギリで取れないかな。バックで当たり判定そんなになかったよね。叩く、そしてすぐファイヤーを取る。そんで右に氷ブロックか。一旦これ溶かしておこう。そして右にはいけないから、多分このパックに当たっていけっていうことだと思うんですよ。さあパックに当たってチビになって進みますか。あっ、危ない。で、右上のコインすごく怪しい、取ってみるか。ザクは引っ込んでる。じゃあこのドカ入れるんかな。あ、入れるのか。深読みしすぎてしまったぜ。あ、ここ間違い探し。でもトロールで間違い探しって別に意味ないみたいな、そんな感じの時あるよね。うわ、右のコイン怪しいな。これ一旦取ってみるか。別に何もない。わー、残ってる。これ真ん中じゃない、一つだけつららがあるよね。だからここで正解だと思います。なんか笑われるような声がしたな。実は左右が正解だとか、そういうとこでもいいんじゃないか、やっぱり。あ、でもゴーバックって書いてる。あー、なるほどね。土管に戻ると、そこにシュタインズゲートがあると。どうも、意味わかんない系 YouTuber です。じゃあここの土管に入ったらすぐに戻ってみる。そしたら先に開けるルートがあると、そういうことなんでしょう、きっと。そしてすぐ上に魚がいるんでしょう。こいつを避ける。何度も引っかかると思う。どこで太陽をかわせる。上か。上ですわ。もう来るなよ、頼むから太陽。そんな怒った顔してもダメなんだからね。僕の方が怒ってるんだから。あ、来る。いや、いったんハケナ叩いておこうか。テレスさん頼む、葉っぱ戻ってきて。一回ぐらいチャンスちょうだい。上から降ってくるとかさ、そんなチャンスあってもいいんじゃないの。ないよ。ここが多分一番安全圏だよ。太陽も当たらず葉っぱも取れるという。ほらね、今見た下になんかいたよ。あの、村場のテレサのフューチャリングしたやつらがいたね。じゃあこれで中間ポイント取れるっていうことなんじゃないかな。あ、どっち？あ、右は行けないから、ここで中間ポイントを取って多分最初の場所戻れるっていう感じか。じゃあ次の場所に行きますか。次は右か左だね。どっち行こう。右に行こうか。左の方が難しそうな予感がするよ。そんなオーラめちゃめちゃ出てた。なんでこっちが簡単な方だと思います。そしてこれはダッシュボタン押さないで乗ってみる。合ってたんじゃないこれ。やった。あ、一番右に隠しブロックがあった。まずそこを叩いておこう。左は？左はない感じだ。真ん中もないのか？よし、オッケーオッケー。そして一旦右に行っても何もないの。じゃあ氷を溶かして、あのパンを持った瞬間すぐ上に行く。あっ！浮き物！
ちょっと待ってね、ここどうすればよかったんだろう。一旦下に降りるでしょ。そしたら鉄球が出てくる。そしてこっから、あ、ジャンプできるんだね。で、この状態でパンを持っていけるな。ざまあねえな。そしてギャラリー見えないんだよ、床が。まあ、僕の実況もギャラリーが湧くのはわかるけどさ。そしてこの鉄球避けて、あ、カボチャになってる。わ、めちゃめちゃ可愛いね、これ。これと取り込む。僕が逃れられないと思っているのか、このくらい。タイミングよくジャンプすれば上に行けるんだ。ここここさ、右下もすげえ怪しいんだよね。あの木のブロックのとこ、あそこ壊れて先に進めるとか、そんなんじゃないのかな。いや、警戒しすぎか。まあ、あそこ一マスしかないしね。まあまあ、このまま先進んでってみよう。あ、あれ、あの葉っぱは絶対いると思う。いや、魚はもういい。とりあえず葉っぱを、葉っぱを、葉っぱを。次はウルトラスーパーハイパーダッシュで行くよ。ここで早く左に行く。そしてこの葉っぱを飛んだら先に進めると。いらんのかーい。いや、不思議だよね、ああいうアイテム追いかけたくなる現象。じゃあここは葉っぱを垂らずに先に進めるっていう感じなんだね。ヒラヒラしてんじゃねー。絶対今のギミックあと何回か来るよ。マジで気をつけた方がいい。あと1回は来るんじゃないのか。見えないところが。ゆっくり行こうか。よし、やべえ、隠しブロックだったか。警戒したらこっちのもんなんだよ。トロールコースだってよ。ここはジャンプしてすぐ左に行こうか。ジャンプして、あ、いや、まだ。はい、ダメ。これシャガちゃんで行けばよかったのかな。あー、それでよかったんだね。そしてここでチビになったらドアに入れると、そういうことだと思います。さあ、これでチェックポイント。オッケーオッケー。いや、違うんだって。いや、めちゃめちゃもったいないことしたね、今の。ここで記録を取っておいたら、多分あの中間ポイントが取れたんでしょう。じゃあもう次行きたいと思います。さあ、これでラストの土管だね。ここが一番難しいようなオーラがするんだけどな。左なんか書いてるね。あれなんだろう。めちゃめちゃ可愛い見た目をしてるような気はするけど、ちょっとわかんないね。じゃあここはハグナ叩いてみる。やっぱりキノコか。で、ここも一気アップキノコだと、そう思いました。じゃあこっから本番開始っていう感じだね。あ、ピンコにすぐくれるんだね。うわ、なんか今チョロプーが出てきそうな感じだったけど、意外と大丈夫っていうことか。ここは上に行ったら、いや、下に行こうか。ハルルさん、僕は今君のコースで苦痛を味わっているよ。どんな気持ちで見ているんだい。嘲笑っているのか、哀れみの気持ちで見ているのか。それをコメントに書いて、コメントで喧嘩を始めようじゃないか。そのコメントに返信してやるぜ。どんなコースだって僕はな、余裕でクリアしてみせるんだよ。成敗されたでござる。僕ね、ガチで思うんだけど、無言でやったら相当進めるんじゃないかなって思うんですよ、喋らなくて。なんでちょっと集中してガチでやってってみていいかな。いや、今のは違う。今のは違うんだって。ちょっとこっからガチで集中して無言でやっていきたいと思います。皆さん見ててください。僕がガチで集中したらいかに罠に引っかからないかということをお見せしたいと思います。さあ、ここで上のブロックを壊す。いや、ちょっと行け早く。絶対ここ何が出てくるだろう。分かってんだ。そしてここ、うわ、左を進化しようか。なんかそんな、うーん、かわせた。どこ、かわせてる。絶対なんか閉じ込められると思ったんだよな、ここ。じゃあどうしようか。ジャンプしない方がいいと思う。なんでこれ一旦捨てて、このまま左。いや、あのキノコはいるの。いや、どっちなんだろうね。多分いらない方に。1500円。熱い。めちゃめちゃ熱いね。ここはもう全て無視して早くこの土管に入っていこう。これでもう終わりなんじゃないかな。あ、戻った。ここ戻ってんのかな。どうなんだろうね。最初来たところとめっちゃ似てるよね。危ねえな、あのテレサは。あ、右上に扉があるよ。こっちに行けっていうことかな。多分それが正解だと。やった、来た。これもうゴールなんじゃないかな。頼む。これで鍵すべて集まりました。鍵じゃない、ピンコインね。そこにゴールはあるのか、テレレさんよ。キーですって書いてんじゃないのこれ。いや、はてな、まだ右ワンチャンあるよ。頼む、ゴール。どうなんだ。やった、これは一発で行きたいところ。どうやって行こうか。音符叩いてみる。あ、なんか音楽鳴ってるね。ゆっくり行こう。マジでゆっくり行こう、これな。そしたらゴールができるんじゃないのか。やった。
いやー、めちゃめちゃ楽しかったね。やっぱりてるるさんのコース、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ19変な三段ジャンプということで、説明文にですね、こんな三段ジャンプ見たことないでしょうって書いてるんですよ。いやー、これめちゃめちゃ気になんない？見たことのないような三段ジャンプで、さらにあのクリア率でしょう。きっととんでもないような三段ジャンプのコースが待ってると思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.35%で、この制作者さんですね、僕話したことあるんだけど、僕のことを2年半以上見てるらしいね。いや、めちゃめちゃ子さんだと思って。いや、ちょっと待って、これ時間がないね。とりあえずこの間をすり抜けていけばいいのかな。ちょっと集中しよう。多分この氷ブロックがジャンプする目印のところだと思うんですよ。そしてここでくるりんして、あ、壁キックでいいのかな。え、三段ジャンプできんよね。壁キックしたらできんくなるみたいな、そんな感じ。ちょっともう一回していい？壁キックしたらダメなんかな。壁キックして三段ジャンプってできんようになってるんかな。あー、やっぱダメだね。じゃあ壁キックなしで U ターンしてみよっか。でさ、これタイムが10秒しかないじゃん。多分そこが鬼門だと思うんだよね。そういう問題じゃないね。この間を抜けることがまず難しい。三段ジャンプすらできてないぞまだ。ここで一旦 U ターンして戻る。そしてここで三段ジャンプできるのか。よっしゃ来た。これはゴールできるんじゃない？もういやー騒ぐな。あそこまで行ったらもう簡単にゴールできるさ。そんなに時間はかからなくてすぐに行けるさ。ここで U ターンをかまして、ここで三段ジャンプしていけばもうゴールができるんじゃない。ここまで一点のミスもないよ。なんでなんだ。これさ、最初のジャンプから2段ジャンプの時、あんまりくるりんしない方がいいんだろうね。ここ今3回したけど、で右に行く時はさ、ゴールの方向に向かってるからくるりんしまくってもいいと思うんだけど、2段目のところちょっと抑えようか。さっき3回したけど、今度2回ぐらいでいけないかな。いや絶対無理。3回は絶対いる。4回は無理っぽくない。だからここで3クルリンまでして、ここの U ターンを早くする。いや絶対来た。これ一点の曇りもない教科書のような三段ジャンプだね。頼む。なんだ教科書のような三段ジャンプってそんな教科書あったら読んでみたいですね。そして三段ジャンプができるようになって、僕もマリオのようになるんだ。さあマリー、次で行ってくれ。どうせいけないんでしょ。スコア出てんじゃねえか。でももうなんとなく感覚は掴んできたよ。ここでサンクルリンするでしょ。そしてここの U ターンをめちゃめちゃ速くすればゴールに近づけるみたいな。もういけいけいけ、もう疲れたよ僕は。いったー、いやー、オイエーマリオタイム。いやーきっちりこれ。ほんとに難しいこの三段ジャンプ。確かにこんなジャンプ見たことありませんでした。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。